イタチアカは、食肉目イタチカに属する赤。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、アイルランド、イギリス、インドネシア、日本アナグマ属などや、ラーテルで、アナグマアカメリナエラーテルアカメリブリニーなどを構成する説もある。2005年の MSW3 では、暫定的にカワウソアカを除く、イタチカ全種を本アカに含めている。 2008年に発表されたイタチ科の各 DNA やミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベーズ法による系統推定では、以下の分類は多系統群と推定されている。そのため赤の復活や最定義を提唱する説もあり、その説に従えば、本赤はイタチ族とミンク族のみで構成されカワウソ赤と単系統群を形成すると推定される。以下の分類は、 MSW さん、和名は、斎藤ら及び川たらに従う。毛皮は革製品に利用される。民区からは良質な毛皮が取れるため養殖される。ヨーロッパ毛長いたちは家畜化され、愛玩動物のフェレットとして飼育される。民家の近くにスミネズミ等を食べることから液獣として扱われることも多い。 しかし人間によりネズミ駆除や養殖された個体が脱走等の理由で移入され、移入先の生態系に壊滅的な打撃を与えることもある。開発による生息地の破壊や、それに伴う獲物の減少、毛皮目的の狩猟に乱獲等により、生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。